アマグリ TV エブリデイ。はい、開始の15秒は笑顔でイエーイ。というわけでね、今日はなんですけども、今日はね、万代書店さん、万代っていう、なんか、カードとか本とかゲームとか、なんかぬいぐるみとか洋服とかなんかいろいろ売ってる24時間とかやってるそういう万代さんってお店で、遊戯王のカード、今日は遊戯王のカードの、なんていうのかな、なんかね20枚で200円、レアカードが20枚入ってるってやつを、200円で20枚のレアカードが入ってるってやつを6個買ったので1200円分なんですが、万代さんのね LINE の友達追加と、あと物を売った時の買取スクラッチっていうので100円引きとかさ500円引きとか当たるやつあって、その2回やあの LINE 追加と、何か売った時にもらうやつで100円100円ってもらったので、本当は1200円なんですが1000円で120枚手に入れることできました。まあ、今ね遊戯王カードのね単価下がってると思うんでね、レアカードこんなにあるんですけども、まあ200円で20枚ぐらいなんで、このぐらいかな、このぐらいをこんなに分厚く、これ全部レアカードなんですよ。まあちょっとね今ね遊戯王の単価落ちてる、ルール改定とかそういうのあって下がってるらしいんですが、まあね、もしかしたら欲しい人ね、メルカリとかでね、例えばレアカード100枚とか言ってね、500円で売れるかもしれないしね、わかんないけど、まあ、とりあえずね、まあ、一応価値的には1000円、200円ぐらいの価値はあるのでね、買った時はですが、ただメルカリとかでは通用するかわかりませんが、まあ、とりあえずね、やっていくんですが、全然カードのあれわかんないんで、遊戯を詳しい方、これは強いよとか弱いよとか教えていただけたらと思います。ちょっと時間長くなると思うんで、パッパッといきます。名前とかも読まないです。かわいいな、この女剣士みたいなやつ。はい、どんどんいきます。これはお気に入りなんでちょっと話しときます。はい、パッと見て、いいんだか弱いんだか見てください。はい。はい。はい。どうですか?はい。はい。はい。まあ、はいとか言わなくていいか、疲れるから。ゆっくり見たい方はちょっと一時停止してくださいね。距離的にどのぐらいがいいの?こんなに近づけた方がいい?こうした方がいい?透明、近明みたいな、まあ見えてるか分かんないけどね、カメラもぼやってるかもしんないからね、なんか星がいっぱいあるやつがいるね、これも星多いですね、レベルってやつでしたっけ、よいしょ、はい、はい、ちょっと星が強いのだけちょっとこっちに分けとこう。まあ攻撃力とかレベル高いのが必ずしもお値段つくとは限らないけども、一応ね、いやめっちゃ長くなりそうだからあれにしますけど、全然わかんねえ。長くなるのでパッパって感じで、はい、透明近め、
長くなるね、透明と近めで、はい、パッパッとパッパみたいな感じ。じゃあ名前とか見えればいいよね。透明近め、はい、120枚もあるとね、いいんだか弱いんだかわからん。まあ、レベルが強いだけじゃダメだろうけどね、攻撃力だ、星4でも効果が強いとかね、なんか昔やってたから覚えてるけど、今は全然わからんな。なんか強そうな、なんか値段つきそうなのありますかね。まあ、200円のストレージコーナーっていうか、そういうところにあったやつなんで、まあきっと、まあ、10円とか5円とかの価値のレアカードをたくさん入ってるやつなんでしょうからね。あんまり贅沢なことは言えませんが、でも遊戯王カードのレアカードってこんなにあるんだなって思いますね。10分までで切りたいと思います。映せる限りやります。これ全部一応キラカードです。レアカード、もうめっちゃ星多いね。どうですかこういうのとか。攻撃力2900だって、すごいね。例えば神のカードとかね、オシリスとかさ、オベリスクとか懐かしいなと思って。これも星多いですね。勇気を普通のスーパーレアとシークレットレアとかさ、こうキラキラのラメっていうか、あの入りが違うとかね、なんかありますよね。攻撃力2800、まあ、ブラックマジシャンが2500だからね、まあ、攻撃力で言ったら強いのかもしれないけど、リンクモンスターってわかんない、リンクって書いてあってさ、よし、なんか星強いのだけ見せてこうかな。逆にかっこいい、なんかこの星、赤い星のダイスっていうか、青のダイス8とか全然わかんないもんね。シンクロモンスター、ペンディラムなんちゃら、攻撃力3300で、星高くても2500ってのもいるね。これ星の数かなり多いけど、さっきの3000だけどこっち2500だしみたいな。でも守備が高いのか、打天使イシタム守備が2900だからね。でそれからこれは何だ、これブルーアイズと同じ攻撃力だ。深夜急行騎士ナイトエクスプレスナイト、あまり強そうじゃないのにね。攻撃3000、アタック3000、ディフェンス3000。そういえば遊戯王ってあの生贄モンスター、生贄召喚とか言ってたけど、生贄って一応殺すっていうかそういう表現になるから、なんだっけな、リリースだかなんだかってね、言葉で変わったんだよね。そこはなんとなく覚えてます。生体竜、シンクロのドラゴンのやつですね。3000、攻撃3200の守備2800だから、ブルーアイズが3000だから、それよりは強いけど、ただそのシンクロ召喚とかこういうのが簡単なのか難しいのかわからんけども、これもかなり星多いんだけど、攻撃力まさかの1900ってね。デスティニーヒーロー、ブルーティー、わかんねえ、全然。まあ、YouTube 撮るために買ってるようなもんなんで。極神王、ロキ。星もかなりあって、攻撃力は3300。遠目、近目。てか、なんでここに、ドンベイがあるんですかって話でね。
ちょっと長くなるんでこのぐらいにしますけど、2500。まあ分かる人は見てパッとすぐ分かるんだろうね。全然私こんなの見たって分かりませんよ。ルイン、青い女の剣士みたいなやつ、2900。セフィラトールグラマトン、なんと攻撃力3450ですね。強い。はいはい、まあ、お値段高くつくのか知らんけど、あ、でこれゲートガーディアンって随分昔のやつなんですが、懐かしい。3750でライマシン、ライガだかスーガ、フーガみたいな3体合体するとこの強さになるよみたいな。この上にブルーアイズなんちゃらドラゴンつって、アルティメットドラゴンか、あれがブルーアイズの3体の合体版で、あの4500だからね。あとこれちょっと光り方特殊な感じするんだけど、これ高いんじゃないですかね。どうですか詳しい方。ちょっと光り方が独特。E ヒーローコスモネオス。なんか光り方が本当に独特。攻撃力3500の紫は融合のカードですね。これなんか1000円ぐらい価値ないですか。いや意外と100円とか200円の世界。いやもはや1円みたいな。わかんないですけど教えてください、誰か詳しい方。逆にこれ弱そうなんだけど、シークレットレアっていうか、ラメみたいな入ってるの分かります？これ。キラ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 って。これ800、攻撃力1000とか800なんだけど、さっきの3000何歩とかだけど、光り方違うよね。まあ、レア度っていうのがあるんですけど、あとちょっと長くなるんで割愛しますけども、まあ、いいでしょう。13分ぐらいなんで、ここで切りましょう。はい、というわけでね、あの遊戯王詳しい方、ちょっとこう、まあ、200円とかのストレージコーナーで買ってるやつなんで、あのまあもうゴミくずみたいな1円とかしか価値ないよっていうのが、それは200円ぐらい価値ありそうとか、あの売ったら、ね、またその資金でまた買えるかもねとかね、まあ、いろいろあったら教えてください。遊戯王とかね、DL マスター、ドラゴンボールヒーローズとかね、そういうのもね、もし需要があればそういう動画もね撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひね、あのこれ面白かったですとか、こういうのもっと撮ってくださいとか、ご要望とかあればね撮っていけたらなと思いますんで、あの教えてください。ご視聴どうもありがとうございました。登録とかもしよければお願いします。また見てね、バイバイ。